も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレでいろんな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングは力強い曲ドーン、機動戦士ガンダムのあのオープニング曲、飛べガンダム。はい、この曲をこのウクレレでやってみようと思います。聴いてください皆さん。ガンダム40周年記念らしいですよ。今年は40周年、どえらいことになってます。これはね、力強い曲ですからね、もうウクレレで歌うので最高だと思いますよ。いつものように2バージョンじゃない、今日は特別3バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にしている超初心者向け簡単バージョンで、途中はいつものかっこいいバージョンです。で、3番目のね、アレンジはですね、超かっこいいアレンジ、決めがね、結構ね、難しいんですよ。なので今日はね、短めなんで3つのアレンジでお届けしようと思います。ちょっと自己自身でだんだん レベルアップしていけるようにやってみましょう。さあ皆さん音楽始めませんか？音楽でね、聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。アニメソングとかもウクレレめちゃくちゃ似合いますからね。ガズレレでもいっぱい取り上げてます。これから音楽聴くからやるに変えていきましょう。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけで、どんなに音楽が苦手だなという方でも、あっという間に弾き語りができるプログラム、ガズレレにございます。もうちょっとしたらここにリンクあるんですけど、このリンク先に行っていただいて、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで、どんな方でもすぐできますからね。はい、ここですよ。行ってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲もアニメソングももちろんあるし、洋楽 J-POP も何でもかんでもあります。それがね、もう1400曲。ウクレレで超簡単に弾けるようにしているウクレレレッスン動画、もうすでに1400曲もアップロードされています。ぜひ皆さん、どんどん音楽始めていきましょう。さあやってみましょう。まずは今日、3バージョンのうちの一番最初のバージョン。超初心者版、簡単版、やってみます。1,2,3。燃え上がれ、燃え上がれ。燃え上がれガンダム、君よ走れ、まだ光に燃える闘志があるなら、巨大な敵を撃てよ撃てよ撃てよ、正義の怒りをぶつけろ、ガンダム機動戦士、ガンダムガンダム、立ち上がれ立ち上がれ立ち上がれ、ガンダム君よ叫べ、まだ絶望に沈む悲しみあるなら、恐怖を払って行けよ行けよ行けよ、渦巻く血潮を燃やせ、ガンダム機動戦士、ガンダムガンダム、せーの、飛べガンダム、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。力強いです。最初の燃え上がれ燃え、あれでこうね、血がたぎる方多いんじゃないでしょうか。ウクレレでね、シンプル簡単で弾けるんですよ。はい、まずは初心者簡単バージョンです。で、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、あのね、ほんと3番まであるんですけど、今回ガズレレでは2番までということでやっています。今日はね、3バージョンで長めですんでね、もし3番までやってみたいよという方、コード進行詞ですから書いて、オリジナルの歌詞を書き足してやってみてください。そして今のシンプル簡単バージョン、ガズレレ YouTube と一緒に動画と一緒に合わせられてできたよという方、それもね、やっぱね、それでもそういう方はですね、次のステップとしてはご自身だけで演奏してみるのをお勧めします。その時にやっぱ紙に書いたり、なんかプリントアウトしたものを見た方がいいかなと思って、いつもガズはですね、ノートをですね、見ながら演奏してるんですけど、そのノートを、こんな感じで画面にシェアしてます。で、今日はですね、これ、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた曲を含む、ガズが今まで取り溜めてきた膨大な曲のストック、リスト、ノート楽譜のストックリストから毎月5曲、皆さんの大好きな曲を選んでダウンロードして
どんどん練習できるという画期的なサービスです。もうそろそろ700名様に突入すると思われますが、もう相当盛り上がってます。そしてこのガズクラブに入っていただくと、楽譜のダウンロード以外にもいろんなコンテンツがあります。まずは毎月2回行われているオンラインライブ配信、これがめちゃくちゃ盛り上がる。全世界中からの参加があって、まあ、テーマ曲をもう宿題出しておくんで、家で練習してもらって、そのね、あの次は12月5日ですけど、その時にオンライン上で世界中からガッと集まってみんなでわーっと弾く、これまさにオンラインならではのお楽しみということで、これやったり月2回やってます。そしてですね、 SNS 非公開の SNS があって、そこでは毎朝朝7時にガズがラジオ配信してます。このラジオ配信はすごく有効ですよ皆さん。はい、あとそこでは、ね、皆さんの演奏をアップロードできる場所が3カ所ぐらいあったり、そこでどんな質問にもガズが答えたりとして、大人のクラブ活動として大変楽しいことになってますので、ぜひ皆さんガズクラブチェックしておいてください。はい、そういうわけでじゃあこう移していきましょう。はい、燃え上がれ燃え上がれ、力強く歌いたいやつですね。はい、で、ここを見て、ここ矢印書いて、こういうのをかっこいいバージョンではこのやっていきます。下にくるっと囲ってるやつはかっこいいバージョンでいろいろ入ってきますよということなんで、今のシンプル簡単バージョンは上の段ですね。はい、こんな感じになってます。シンプルですよ。あ、これ一時停止してメモっていただくか、動画のテロップを一時停止か、あとはガズクラブでゲットしてください。そして問題になるのはですね、こことここのところにいっぱい書いてあるでしょ。はい、ここがですね、ちょっとすげえ難しいバージョンで、3回目の動画で取り上げます。はい、セカンドバージョンはね、ちょっとまたいろいろちょっとこれから解説していきます。これ全く同じコード進行で、歌詞だけが変わって2番ってことになっております。はい、ですか。ちょっとね、今日場所がちっちゃくなっちゃったんですけど、コードの解説、出てくるコードをまず解説しようかな。はい、これですね、この赤く囲ってるやつちょっとちっちゃいけど、C と Am と F と D7 と G7 と Em7、 コード6個で、アレンジしました。この映ってるコードはガズレレでは毎度おなじみの超入門コードのグループ、ドン。こちらになります。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードまで、これどんなやつかというと、ウクレレで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループの集まりです。10個あります。10個もあるのかと思うでしょ。安心してください。1個ずつ見たら簡単。入門コードだから。だけど10個いっぺんに覚えようと思ってね、頭ちょっとね、ごちゃごちゃこんがらがっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすい動画で解説してます。ここにリンク貼っときます。このリンク先に行って、ガズレレ必須コード10個覚えてください。そういうわけで、かっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、本日はですね、3バージョンやるわけですから、これからやるのは2番目のバージョンです。これはですね、何が違うかというと、ちょっとの決めと、ビートがね、加わります。まずですね、でもちょっとその前にね、一応言っとき、いつもここのタイミングで言わせてもらいたいのは、歌、今の4つ引きで歌をね、しっかり自分のものにして、かっこいいバージョンに入っていきましょうね。はい。で、コード進行は基本同じなんですよ。なんで、リズムが、はい、ここから、セカンドバージョンから入ってきます。まずリズム、これね、ドン。8ビートのチャットいいリズムが、これが、ぴったりなんです。ちょっと最初やってみると、もう、上がれ、上がれ、上がれ、ノリノリのこうグイグイ力強く進んでいく。この8ビートのチャット弾き方も超かっこいいんで。この8ビートのチャは3番目のバージョンでも8ビートのチャが基本になってますんで、これでいきましょう。このリズムの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画、濃厚に解説してますんで、そこでこのリズムの弾き方、マスターしてください。そして、セカンドバージョンからこの矢印マーク、このマーク入ってきます。このマークはここにも書いてありますけど、リズムの前にスコーンと食い込んでくる。シンコペーションというリズムです。で、どこで出てくるかというと、君を走れ、ここのところで出てきます。こんな感じでテロップ出していきますよ。いきますよ。上がれガンダム次、君をツタン、走れツタン、ここの今のタンタンと前に入ってるでしょ。はい。これがシンコペーションというリズムで、リズムゴーンと入ってくるよと、ここ注目です。で、その次に、タツタって書いてある。ここの決めをちょっと再現します。今のところ、同じ。燃え上がれガンダム、君をツタン、走れ、ツタスタタ。わかった？タツタタ。シンコペーションからタッタタってこれ決める。これ決めと言います、こういうのね。ここ、ダッタタ。これはね、ダッタタ。右手で止めてもいいんですけど、左手でパシッとこう。止める。カッティングという技を使える方はこれかっこいいんでやってみてください。ちょっと興味あるなという方、さっきのリズムいろいろのところにこのカッティングの解説してますので、カッティングっていうのは、左手で音を止める。カットする。この今ね、一番大げさに動かします。これを活用するといろんなね、奏法ができるようになるよ。ということで、これ決めも入れていきましょう。そしてですね、ちょっとおかずというか、盛り上がるところいるんですけど、巨大な敵を撃てよ、撃てよ、撃て、つたたたたたたた。これもテロップに書いてください。つたたたたたた。これね、ここのところ、
後半のかっこいいバージョンではめちゃくちゃかっこいい決めが入ってきますね。お楽しみください。三つ目のバージョンではね、入ってくる。ここはツタタタタタでアレンジします。そしてですね、その次の一番最後のところ、ここのね、機動戦士のところは、ここもですね、実はこの後やる3番目のバージョンではたっぷり決めが入るんですけど、ここは8ビートのチャで、ここはすり抜けましょう。で、最後の最後、機動戦士ガンダム、ガンダム。このダムで音止めたい。ダダッ。ここもカッティングで、で止められるといいんですけど、カッティング難しい方は、右手で止めてもいいです。はい。この辺が2番目にあるセカンドバージョンの、演出かなというふうに思います。ということは、これでも結構ね、シンコペーションとかダッダッダッとか入ってくるんで難しいんですけど、この後3番目のバージョン、さらに詳しく解説していきますが、ひとまずはこの8ビートで、軽やかに駆け抜けるバージョン、セカンドバージョン、やってみましょう。飛べガンダム、ちょっとかっこいい中級バージョン、やってみる !1、2、1。燃え上がれ燃え上がれ燃え上がれガンダム君よ走れまだ赤い燃える闘志があるなら巨大な敵を撃てよ撃てよ撃てよ正義の光をぶつけろのバージョンいかがだったでしょうか。これだけでやっぱ8ビートのチャーでもねぐいぐい力強さが伝わると思いますね。じゃあ早速どんどんやっていきますよ。次の3つ目のバージョン、これがですねなかなか深いです。さっきも言ったところ、巨大な敵を撃てよ撃てよ撃てよのところでフレーズがあります。まずここね、やっていきましょう。いな敵を撃てよ撃てよ撃て。はい、今 G7 を押さえたまんま1弦2,3,5 小指がどんどん伸びていく。見て、ぐっと回転させないと5フレットまでいかないですからね。この指を、薬指を、3に行くときにも離しちゃう。これがポイントです。2,3,5 巨大な敵を撃てよ、撃てよ、撃て、2,3,5はい。これやるときね、親指こう握ってると届かないんで、クラシックフォームっていうガズが言う、こっちにぐっと下ろした方がいいです。こんな感じ、一瞬弦ですからね。2,3,5これ、入れていきましょう。これはね、なかなかちょっとこの、短いね、時間が。タタッタ、カッティングの要素。タタッタという、切れを入れたいわけです。この辺、ちょっと難しいよ。G7 押さえたまま、1弦2,3,5。この決め、入れていきましょう。そして次のところも、機動戦士ガンダム、ここが超、今日一番難しいよ。ちょっとやってみましょうか。その次が、正義の、ここは普通よ。ガリを。ぶつけろ、次ですよ。ガン、ここ。機動戦士、ガンダム、ガンダム。これが来たでしょ、これ。この機動戦士のところはカッティングで、パッ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 って止めます。D7 で。機動戦士の時に、今度、ツッタダダン、ツッタは D7。で、次 G7 でダーダー2回弾いたらシンコペーションで次の F がグーッと食い込んできて、しかもダダダダダってやるんですよ。超ゆっくりやりますからね。機動戦士ガンダムガンダム。もう一回、もっとゆっくりやります。これはね、もう何回もやってもらうしかない。はい。せーの、はい。機動戦士ガンダムガンダム。難しい。このね、ここがちょっとスーパーハイパー難しいんですよね。ちょっと普通のテンポでやってみると、機動戦士ガンダムガンダム。
です。はい。これはですね、もう修行です、修行。これ、決まるとね、すごくかっこいいんですけど、ちょっと難しいと思います。よく分析してやってくださいね。起動戦突破 G7F ででででで、ガン CC。やってみましょう。はい。飛べガンダム。一番難しい、サードバージョン。超かっこいいバージョン。やってみる !1、2、燃え上がれ燃え上がれ燃え上がれガンダム君よ走れまだ赤いに燃える星があるなら巨大な敵を撃てよ撃てよ撃てよ正義の怒りをつけろまだ絶望に沈む悲しみあるなら恐怖を払って行けよ行けよ行けよ渦巻く血潮燃やせガンダム機動戦士の超かっこいいバージョンやってました。これは悶絶ポイントが2つ追加されましたんでね、このフレーズはなかなか通好みというか、ちょっとマニアックに攻めてみましたけど、やっぱりアニメソングだからね、やっぱりちょっと細かいディテールにもちょっとこだわりたい感じでやってみました。いかがだったでしょうか。でもこれ難しい方はね、セカンドバージョンでも本当十分かっこいいと思うんでね、まずは楽しんで、ちょっとこのお時間ある時にこのタッタッタッ、あの難しいとこ取り組んでみてください。あー本当に楽しいですね。夢が膨らむな本当に。はい、あのガンダムの世界を思い浮かべながら思いっきり歌っていきましょう。皆さん今度はね、この音楽やる楽しみ、周りの方にもぜひお伝えください。その時にね、このガズレレ YouTube をご活用いただければと思います。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。アプリもあるんですよ、ガズレレってアプリ。このアプリを見るとですね、曲もいっぱいあるし、あとメトロノーム機能とかいろんなね、付加価値もどんどんこれからも追加されていくんで、アプリも、この辺のことすべてガズレレのホームページのね、トップページから探せるようになってるんでお願いします。あとグッズもいろいろあります。いつもガズが使ってるこの、ストラップ、このストラップもいろいろカラーバリエーションもいろいろあってね、こういろんな色のバリエーションもあるし、あとこの水引きの、これがね、ガズレレではね、おなじみなんですけど、これガズの両親が手作りしてるやつなんでね、これ一個ずつ違うんですよ。こういうのもホームページにあったりします。あとは、これですよ、これ。じゃーん。はい、リットミュージック社から出てるこの3冊の本。これはですね、もう、こっちは、この赤と黄色100曲、それぞれ100曲入り。こっちは初心者さんに向けた簡単バージョンなんですけど、これがですね、もう超わかりやすくて、もう大ヒット中です。この3つで、そろそろ10万部に到達という、本当に大ヒットになってるんですけど、やっぱりこれわかりやすいからだと思うんですよね。ぜひ皆さん、これ、大手書店さん、楽器店さんなどに、置いてあると思いますので、ぜひチェックしておいてください。そして、ガズレレではですね、もうまだまだこれからもね、面白いこといっぱいやっていく予定ですんで、皆さん、フォローの方よろしくお願いします。いや、音楽聴くよりやる方が楽しい。皆さん、どんどん音楽始めていきましょう。それではまたお会いしましょう。ガズレレ YouTube でした。さよなら、バイバイ。